皆さんこんにちは朝日豊の新聞を切る、えー、今週も興味深い記事2本をえ皆様にご紹介いたします1本目は朝日新聞7月24日付の記事動機が釈然としない事件向き合い方は映画監督森達也さんに聞くですこの記事は安倍晋三元首相の銃撃暗殺事件について オウム真理教の信者の日常を描いたドキュメンタリー映画でも知られる映画監督の森達也さんに対するインタビュー記事です。森監督は動機がわからない釈然としない事件が起きると人々は不安と恐怖から同じ考えでまとまりたくなり異物に対して攻撃になって排除しようとし違う集団として敵視する。え少しでも安心するために 分かりやすい動機を無理やり作ろうとして、加害者を徹底的な悪にしてていいく、まあ、そんな感じで捉えていますで。こうした見方からですね、まあ、今回の安倍元総理の暗殺事件も捉えているわけなんですでこの捉え方は相当におかしいでしょうで今回事件を起こした山上哲也に対して徹底的なる悪とする一面的な報道がですね日本のマスメディアで なされているでしょうか山上徹也の不遇な人生について同情を誘うような報道もかなり多いと感じます私自身も母親が旧統一教会にのめり込み一家の大切な資産である土地を売ってまで教会に対して献金をしてしまったこういうことに関して同情する気持ちもありますまたカルト教団である旧統一教会に対する憤りも感じています そのことが安倍元総理の暗殺につながるのかという点では、まあ、納得できない飛躍というものも感じますだからといって私たちは山上徹也を徹底的な悪とするための分かりやすい動機というものを無理に作ろうなど全くしていないでしょう森監督は自分の不遇な人生を旧統一教会のせいだと思い その友好団体の集会にメッセージを寄せある意味でお墨付きを与えたといえる政治家に強い報復心を抱くことは決して短絡的なことだとは思わず長く告白な人生を送ってきた彼が死や凶作になることは納得できるからこうした事件を起こしても特別な人間だとは思わないとも述べています。 でこうした見方で分かるように森監督は加害者を弱者的な扱いで捉え弱者ゆえに大きく理解を示すべき対象として扱っています。山上徹也をその不遇な人生から同情的に見てしまうのは自然な感情であるとは思いますがでは不遇な人生を送った人間であれば他人を殺めることに大きな理解を寄せるべきなのかといえば。 それは絶対に違うというのが普通の人間の感覚ではないでしょうか人間には一生の間にぶっ殺したいと思うような人に出くわすことだってたびたびあるのが普通のことでしょうそしてそのぶっ殺したいと思う気持ちには少なくともそう思っている当人の中にはそう思い込んでしまうだけの理由というものもあるものでしょう だがこの社会を健全に維持しようと考えるのであればそんなものを「分かる分かる」と認めてしまうようなことは許されるものではないでしょう森監督は「異物に対して攻撃的になって排除しようとする」というわけですが現在のマスコミ報道で山上徹也を異物として捉え攻撃的になって排除しようという動きなどあるのでしょうか 森監督は攻撃的に排除しようとする動きの中で動機は類型化され社会から忘れ去られる結果同じようなことが繰り返されかねないという珍妙な理論を提唱しますつまり森監督によれば類型化されて分かったような扱いにされることなく犯人が犯罪に至った真の動機が理解されるようになれば。 同じようなな犯罪は繰り返されないということになりますこれは明らかかにおししいでしょう以前に犯罪を犯した人に対して社会が理解を示しているほど自分も犯罪を犯すことで同じような理解を示してもらえると考えて逆に犯罪を誘発することになると考える方が普通だと思います。 でそもそも新たに犯罪を犯す者がですね以前に犯罪を犯した人の動機がどのように類型化されたかその動機が覚えられてたか忘れられてたかなんてことを考えてはいないはずです森監督は自分がオウム真理教を取材してみると驚いたことに信者たちは穏やかな人ばかりだったと述べています森監督は地下鉄サリン事件を犯した犯人たちは もともと凶暴な人たちだから犯罪を犯したのだと思っていたのでしょうか教祖のマインドコントロールによって穏やかな普通の人が重大な犯罪を犯すようになってしまったことに人々は衝撃を受けたのだと私は思っていました違いますかこのことを皆が誤解しているとは私には思えません 森監督がどうしてこのような珍妙な考えに至るのかといえば彼が「カッコ書きリベラル」の思考の罠にはまっていて資本主義社会を悪ととししててて捉えることが前提になってしまっまいるからです。悪いのは社会なのであり犯罪を犯した加害者とされるものは実はそのゆがんだ社会の被害者なのだというのが 物事を捉える上での出発点になってしまっているわけですだから社会については不必要に厳しく捉える一方で加害者に対する理解というものをですね徹底的に求めていくことになるわけです分かりにくいがゆえにですねなんか知的であると勘違いされやすい妙な理屈を並べていますが実は知的でも何でもなく 単なるるだったと捉えるべきですさて私があ今述べました「ッコ書きリベラルの思考の罠」についてはですね私と茂木誠先生との対談本のですねこちらのリベラルの正体の方にですね詳しく書いてありますので森監督もですね是非、まあ、お読みいただいてえ自らのこの思考の罠というものがどういうものであったか、えー、これに気づいていただきたいと思います。 次に朝日新聞7月26日付の記事「加藤死刑囚が後悔する社会になれたか」「中島武史東工大教授の問い」です秋葉原で起こった無差別殺傷事件に深い関心を抱いた中島武史東工工業大学教授は一審公判のほとんどを傍聴し加藤智広死刑囚の友人や職場の同僚などにも取材して 秋葉原事件加藤智博の奇跡を表していますこの無差別殺傷事件と安倍晋三元首相の殺害事件はつながっているというのがですね中島教授の考えですこの秋葉原の事件では両親の育児が厳しすぎたことで加藤死刑囚に対して同情を感じた人たちも多いのではないかと思います私もその一人です ニコニコしていると「締まりのない顔をするな」と怒鳴られテレビで見られるのは「ドラえもん」と「日本昔話」だけで勉強ができないと風呂に沈められたなんて話もありました自宅に友人を呼ぶことが禁じられガールフレンドとの交際もですねやめさせられ部活なんてやらなくていいから勉強しなさいと絶えず言われていたなんて話もありました。 地元でも有数の進学校に通っていながら、まあ、結局4年生大学に進学することすらなかったところには、彼の生い立ちの屈折したものを感じざるを得ません。さらに、彼の居場所だったネット掲示板で、彼の成りすましやら、あるいはこのネット掲示板の嵐が現れたのに、これに対して、 管理人が適切に対応してくれずそれが嫌だと示すのに事件を起こしたと加藤死刑囚は話していましただが中島教授は事件が起きたのはアメリカのサブプライムローン問題が日本にも及んできて加藤死刑囚の職場でも派遣切りが起きたのが事件の発端になったのだ労働形態の問題や 派遣労働者が社会から疎外されるという政治課題の中で起きたのは間違いないと中島教授は決めつけています。この決めつけがおかしいのはですね、これはいくつか理由があります。まず第一に、確かに彼は派遣労働者ではありましたが、事件の直前にですね、雇用契約を延長されていて、 派遣労働者であることから来る生活の不安定さが事件につながった理由としては明らかに弱いと感じます第2に中島教授はですね親の教育に行き過ぎがあったとしても立ち直れる可能性はたくさんあったし加藤死刑囚には思いのほか友人はいてコミュニケーション能力もあったとしています。 だから長年にわたって受けてきた親の教育の問題は小さいんだということになるとすればなんですが私からすれば暴論だと感じます無前提に受け入れてもらえる親の愛情があったかどうかというのは人間形成にとって極めて大切な作用を果たすものではないでしょうか。 話せる友達がいることによって、その傷が幾分なりとも言えるということはもちろんあるでしょうが、そのことで親から受けた深い傷が常に言えるという理解は、現実的なものだとは思えません。驚くべきことに、ですね、中島教授は秋葉原無差別殺傷事件が起こってから14年も経つのに、 派遣労働者という弱者が作り出される社会を日本が克服する方向に動かなかったために安倍元総理の暗殺につながったのだと捉えているのです中島教授はこの14年間で格差貧困労働の形態の問題はむしろ悪化したのだと言いますこれは明らかに事実とは違います秋葉原無差別殺傷事件が起こった翌年の2009年に 完全失業率は5.5%に達し有効求人倍率は0.42倍まで落ち込んでいましたその後失業率はどんどん下がりコロナ前の2019年には一時2.2%にまで下がり有効求人倍率は1.57倍まで跳ね上がりました世界各国で若者の失業が大問題になる中で日本では全く問題にならず 人を取り合う状況の中で正社員化も進み始めていましたコロナの到来によって経済環境は大きく変わりましたがそれでも完全失業率は2.6%にとどまり世界的に見れば圧倒的に良好な状態になっています。 就業者数も2012年の6280万人を底にして上昇に転じ現在は6730万人となって450万人も増えているのです若者たちの雇用を守ってきたことが若年層での自民党の支持率の高さになっているこのことは常識ですなぜ中島教授は現実を歪めて物事を見てしまうのでしょうか勘のいい皆さんはお気づきだと思いますが 中島教授も森監督と同じで、カッコ書きリベラルの罠にハマっているからです。中島教授は自分を保守だと思っているらしいのですが、実は完全なるカッコ書きリベラルなんですね。いくら失業率を下げても、就業者数を激増させても、悪いのは社会なのだというベースの考えは全く揺るがないわけです。 そしてこの資本主義社会が続いていく限り社会は悪化し続けるとでも思っているかのようです一方中島教授にとっては家族の問題というのは個人の問題の延長として扱われ話せる友達さえいえば解消できる問題であるかのように扱っています中島教授にもですね私と茂木誠先生の対談本のリベラルの正体を真剣にお読みいただいて 自分がいかにリベラルの罠にはまってきたかに気づいていいたただきたいです今回は朝日新聞の中からですね、まあ、いわゆるカッコ書きリベラルの思想に染まってしまった、まあ、そういう関係の記事2つをですね、えー、選んで皆様にご紹介させていただきました。 でこの手のこの思考の罠にはまっている論説というのはです、ね、これは朝日新聞に限らずいわゆるう主流派メディアの中に極めて一般的に広くうこう存在していてでこの考えというのはです、ね、いわゆる保守派と呼ばれるような人たちの中に ある程度この影響力を及ぼしているというちょっと恐ろしい現実もあったりします。えーえー、視聴者の皆様もですね、えー、ひょっとしたらこのリベラル思考の罠に少しこのハマってしまっている部分がないかということを、まあえー、思い返し点検してみるということも実は大切かもしれません。本日はありがとうございました。